ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だけど霊夢、何か日本の伝統で不思議だと思うものはある。え、そうだな、やっぱりクリスマスとお正月かな。それのどこが不思議なんだ。だって、12月24日にキリスト教の行事をして、その1週間後に神社に初詣に来るよね。どっちの宗教やねんって。というかうちの神社にお賽銭入れてよって。霊夢の神社が錆びれてるのは不思議じゃないけど。でも確かに海外の人から見たら奇妙だろうな。今はさらに10月末にハロウィンもやるけど、これはキリスト教とも関係ないしね。どれか一つにしてほしいね。そしてうちの神社にお賽銭を入れて。という自然な流れで今回は、日本の不思議な伝統、伝説15選を解説するぜ。それではゆっくりしていってね。日本の不思議な伝統、伝説15選。その1、日本各地の不思議な伝説。最初に紹介する伝説は、北海道、万年寺のお菊人形だぜ。霊夢、髪が伸びる人形の話って知ってる？ああ、よくオカルトネタであるやつね。あんなの嘘なんでしょ？ところが事実なんだぜ。この人形は本当に髪が伸びていったんだ。怖い。このお菊人形は髪の毛が伸びる人形、という怪談の一ジャンルを確立したと言われる元祖的存在なんだぜ。大正7年に、当時17歳だった鈴木栄吉という人が、3歳の妹の菊子のためにおかっぱ頭の人形を買ってあげたことが始まりなんだ。妹思いのいいお兄ちゃんだね。私もそんな人がいたらな。菊子はこの人形を気に入り、可愛がっていたそうだぜ。しかし翌年、菊子は風邪が元で亡くなってしまった。かわいそう。お兄ちゃんも悲しんだろうに。人形は、棺に収めるのを忘れたため、菊子の仏壇に飾られていたんだ。それが、いつしか。どうなったの？人形の髪の毛が、伸びてしまったそうだぜ。へぇー。菊子ちゃんの霊が人形に乗り移った。たたりじゃ。霊夢、お前一応は巫女なんだから落ち着けよ。あ、そっか。よし、じゃあスーパー美少女巫女の霊夢ちゃんがお祓いしてあげよう。間に合ってます。その後、鈴木家は北海道を離れたため、人形は万年寺に預けられたんだ。お寺で供養して伸びるのも止まったのかな？そうはいかず。人形の髪の毛はさらに伸び、菊子の霊が宿ったと言われたんだ。怖いよ、マジでそんなことがあるなんて。髪の毛が伸びるのは超常現象だという人もいるけど、実は科学的根拠があるとも言われているぜ。え？科学的に見たらありえないんじゃ。こういった人形を作るとき、人形の髪の毛に使われるのは1本の長い人の髪の毛で、この髪の毛を折って2本の髪の毛としてくっつけているそうなんだ。ほうほう、それで。そして時間が経つことによって、折られた髪の毛がずれて一方だけが長くなったという推論があるんだぜ。なるほど。で、こういう髪が伸びる人形ってすごく長く伸びてるから、それじゃ説明つかないんじゃない？ですよねー、やっぱ科学的に解明するのは無理があるか。次は宮城、親戚白石だ。親戚白石は宮城県白石市沢畑町の中心部に近いところにある、直径1メートルほどの石だぜ。この石は古くから不思議な石として大切にされているんだ。ふーん。なんで不思議な石って言われてるの？この石には伝説があって、この石の根は深く、仙台の泉区にある根の白石と地下で繋がっているという話があるんだぜ。地下で長く伸びてる形をしてるってこと、なんかキモい。沢畑町と泉区は、直線距離にしておよそ40キロも離れているけど、この伝説は長らく信じられているんだ。でも繋がってる一つの石だとして、それが何だというのか？二つの石が地下で繋がっていることから、この石は現在では縁結びの御利益があると言われているんだぜ。なんだかなぁ？うちの白霊神社にも石を置いたらお賽銭が増えるのかな？三つ目は東京、縁切りえのきだ。この縁切りえのきは親戚白石とは逆に、悪縁を切る御利益があると言われているぜ。縁を切りたいなら祈るよりも、その人にはっきり言う方が良くない？神社の巫女がそれ言うなよ。縁を切る方法は、縁切りえのきの樹皮を削って、煎じて飲ませると良いと言われているぜ。祈るんじゃなくて飲むとは。でもなんで縁切りえのきと呼ばれるようになったの？江戸時代に、この辺りに武士の屋敷があったんだ。この武士は屋敷の周りに木を植えていて、その中でも2本の木が目立っていたため、誰が言うともなく、えのきつき、と呼ばれるようになったんだぜ。ほうほう。この、えのきつき、はいつしか詰まって、縁つき。つまり、縁つき、と呼ばれるようになったから、縁切りの御利益があるとされたんだ。なんだ、ダジャレじゃん。4つ目は石川、小石海岸だ。
石川県には小石海岸というロマンチックな名前の海岸があるんだぜ。現在では恋人の聖地としてカップルに人気の観光スポットになっているんだ。羨ましい。私が行って台無しにしてやろうか。八つ当たりはやめなさい。しかしこの名前とは裏腹に、この場所には悲しい伝説が残されているんだぜ。どんな伝説かな？かつてこの辺りにスケサブローという名前の男が住んでいたんだ。男は釣りが好きで、毎日のようにこの海岸を渡った向こうの島に釣りに行っていたんだぜ。嫌な場があったんだね。ある日、スケサブローはいつものように釣りをしていると、海で溺れている女の人を発見した。あわやというところでスケサブローはこの女の人を助けたんだぜ。これは、フラグが立っちゃったかな？この女の人は美しい女性であったため、スケサブローはたちまち恋に落ちたんだ。やっぱり、私みたいな美人は得だね。なんか言った？で、女の人は鍋のと名乗り、近くに住んでいて、この日は海岸に来て海藻や貝を取っていたと話したんだ。鍋のも自分のことを助けてくれたスケサブローに好意を抱くようになったんだぜ。いいなぁ、私もイケメン男子に助けてもらいたい。相思相愛になった二人は毎晩この海岸を渡った向こうの島に来て会っていた。海岸の周辺では岩が多く、危険なため、いつも先に鍋のが来て、火を焚いて、スケサブローはそれを頼りに鍋野の元へ行っていたんだ。スケサブローは仕事があって遅くなるからかな。鍋野は美しかったので、鍋野に恋をしている男の人はスケサブロー以外にもたくさんいたんだぜ。その一人が源氏という男だ。三角関係に。さてどうなる？告白した源氏に鍋野は、自分のことを救ってくれたスケサブローに恋していて、源氏と恋仲になることはできないと告げたんだ。あちゃー、振られちゃったねー。まあ当然でしょ。源氏は鍋野を愛するあまり、諦めきれず、スケサブローさえ殺してしまえば鍋野は自分になびくと思うようになったんだぜ。うわぁ、地上のもつれでヤバい展開に。ある日、源氏は鍋野とスケサブローがいつも会っている島に先回りし、火を焚く鍋野を待ち構え、鍋野を縛り上げたんだ。卑怯な源氏、こんな奴がモテるわけないよ。そして、火を危険なところに移したんだ。それを知らないスケサブローはいつものように火を頼りに来たけど、足を滑らせて、海に落ちてしまったんだぜ。かわいそうに。源氏め許せん。そしてこれを見届けた源氏は、鍋野の元へ戻って縄をほどき、スケサブローはもうこの世にはいないことを告げ、今度は自分を据えてほしいとお願いしたんだ。はい、そうします、なんて言うわけないでしょ。しかし、鍋野は源氏の隙をついて逃げ、スケサブローの後を追うかのように、そのまま海に身を投げてしまったんだぜ。二人ともかわいそうに。やがて、スケサブローと鍋野の悲劇は語り継がれ、この海岸は小石海岸、と呼ばれるようになったんだ。なんとも後味の悪いお話だけど、それだけに実際にあったことなのかもね。5つ目は静岡、佐与の夜泣き石だ。佐与の夜泣き石は静岡県の掛川にあって、夜になると泣くという伝説が語り継がれているんだ。こわ。でもなんで夜に泣くの？それは、この石にも悲しい伝説があるからなんだぜ。そうなの、日本には悲劇が多いんだね。昔、この地に住むお石という名前の妊婦がいたんだ。石だけにお石？たまたまだろう。お石は菊川というところに出かけて、その帰りに、この丸石のあたりで腹痛に見舞われ、うずくまっていたんだ。陣痛かな、妊婦さんは大変だね。とどろき行右衛門という男がそこを通り、金に目がくらみ、お石を切り殺して金を奪って逃げてしまったんだぜ。ひどすぎる。でも昔はそういうことも多かったのかもね。その切り口から子供が生まれ、お石の魂は丸石に取り付いて、産んだ子を助けてほしいと泣くようになったんだ。うが怖い、ガチなホラーじゃん。そしてこの石は夜泣き石と呼ばれるようになったんだぜ。生まれた子の方はどうなったの？泣き声を聞いて人が来たので子は助けられ、その子は育った後に母の仇を打ったと伝えられているぜ。そうなんだ、それでお石さんの霊が慰められるといいね。6つ目は秋田、水門龍神社だ。水門龍神社は秋田県の城市にある、八幡神社の中にあるんだ。かっこいい名前だね、うちの白霊神社も負けてないけど。この神社の由来には、怪しい伝説が残されているんだぜ。怪しいって？それはどんなお話？水門龍神社のある能代市は江戸時代に港町として大いに栄えていたんだ。江戸時代の港町って風情があっただろうねー、見てみたい？1716年から1736年の間の頃、播磨の国、現在の兵庫県あたり、から一艘の船が能代にやってきたんだ。船は約1ヶ月近く港に停泊していたんだぜ。兵庫から秋田までって、瀬戸内海からぐるっと回ってきたのかな、長旅だねー。
そんな時、現地に住むある女の人が、この船の船乗りに恋をしたんだ。海の男はモテるんだろうね。さっきの源氏とかいうやつとは違って。船乗りは港に停泊し、荷物を積んだ後は自分の故郷に戻るのが通常なんだ。この船乗りも荷物を積んだ後、播磨の国に戻るつもりだった。恋した女の人はどうなっちゃうの？いざ播磨の国に戻ろうとした時、この男に恋をした女の人は、自分も播磨の国に連れて行ってほしいと言い出したんだ。そうなるよね。それで男の人はどう答えたの？男は故郷に妻がいたため、この女の人のお願いを断ったらしいぜ。それ、最初にちゃんと言ったのかな？女の人は遊ばれていたかも。しかし、あまりにも女の人がしつこく言い寄ってきたため、やむなく船に乗せてやる、と女の人を誘い出し、小舟に乗せて沖に出たんだ。不倫とわかっても引き下がらない女の人の方にも問題あるけど、どうなったのかな？そして男はその場で女の人の首を絞めて殺してしまったんだぜ。ひどすぎる、今回、物騒な話が多いね。男はその後、女の人の遺体に重しをつけて、海に投げ捨ててしまった。残酷な話だけど、江戸時代って今よりもそういう事件が多かったのかもね。他には、男に妻がいることを知って、女の人が自ら海に飛び込んだという説もあるらしい。それはそれで女の人がかわいそうだね。男はその後、何もなかったかのように他の者と一緒に船に乗り込み、能代の港を出ようとしたんだ。ひどいやつだ、許せないね。ところがいきなり大風が吹き荒れ、船はたちまち風に煽られて、ついには転覆してしまったんだ。この男を含め、乗り合わせた船乗り全員が溺れて亡くなってしまったそうだぜ。まさに天罰、他の船乗りは気の毒だけど。それ以来、能代の港では播磨の国の船が来ると必ず大荒れになるため、これはこの女の人のたたりだという言い伝えが生まれたんだ。播磨から来る人たちは、とんだとばっちりだね。そして、この女の人の怒りを収めようと、この水門竜神社が建てられたんだ。水門竜神社が建てられた後は、彼女のたたりは収まったと言われているぜ。由来の割にはかっこいい名前だね。不倫神社とかの方がいいんじゃない？七つ目は石川、地震石だ。石川県白石寺家町にある能登一宮、桁大社から東に、およそ300メートルほど離れた場所に、地震石があるんだぜ。何それ？地震を起こすの？いや逆。地震石は地震を抑えるための石と言われ、この地方の地震が少ないのはこの石のおかげだと言われているんだぜ。すごい、日本中に欲しいねそれ。ただ、この地震石には奇妙な伝説も残されているんだ。そうなの、せっかく便利な石なのに。文久3年、1863年に、海から攻めてくる敵からこの地方を守るために、この地にとある武士が派遣されたんだ。幕末の動乱の時代のことだね。この武士は、ここの石には不思議な力があるという噂を聞きつけ、試しにこの石に小便をかけたそうだぜ。なんと罰当たりな。するとこの武士は石に小便をかけた後、たちまち顔色が悪くなり、その夜のうちに亡くなってしまったそうだ。うわぁ、亡くなってしまうのはさすがに気の毒。この武士の行いにより、この武士の一家の名誉は地に落ちてしまった。この武士の息子はたたりを恐れ、何度もこの石のある神社にやってきて参拝したそうだぜ。それで許されたの？結局、一家の名誉は回復しなかったそうだ。そっか？じゃあうちの神社にお参りしてみたらどうかな？意味ないだろ。八つ目は宮城、割石だ。宮城県の多賀城市と仙台市との境界線の近くを流れる、七北田川の堤防道には石と呼ばれる石があるぜ。この石にも何か伝説があるの？かつて、この七北田川は氾濫を繰り返し、大きな被害をもたらしたんだ。そこで、川の氾濫を防ぐため、堤防を新たに築くことになったんだぜ。今の時代も洪水は多いし、昔はさらに大変だったんだろうね。そして堤防の工事がうまくいくように、人柱を建てることになったんだ。え、人柱って何？人柱とは、昔、城や橋、堤防などの困難工事にあたって、神の心を和らげるために、生贄、として生きた人を水の底、または地面の中に埋めることだぜ。じゃあ怖い、昔はそんな恐ろしいことをやってたんだ。土工たちは、昼間は工事をしながら、夜になると目星人柱が現れるのを待ったんだ。そして、とある夜、何も知らない女の人がこの付近を通りがかった。やばい、逃げてー。そして土工たちはこの女の人を捕まえて、工事中の堤防に生き埋めにして人柱にしたそうだぜ。ひどい、かわいそうに。人柱のおかげか工事は順調に進み、やがて立派な堤防ができたんだ。
ところが、しばらくすると堤防に、夜になると女の人の幽霊が出るという噂が広まったんだぜ。そりゃ化けて出てきたくもなるよ、浮かばれないだろうし。この噂を聞きつけた一人の侍が、幽霊を退治してやろうと名乗り出たんだ。そして、この侍は幽霊が出ると噂される堤防に来たんだぜ。退治されるべきなのは女の人を人柱にした人たちの方じゃない？女の幽霊が現れると、侍は持っていた剣で切ったんだ。すると、幽霊はさっと消えたそうだぜ。幽霊さん、退治されちゃったのかな？翌朝、幽霊を切りつけた場所に行くと、そこには一刀両断された石があったそうだ。そうして真っ二つにされた石が、現在割石と呼ばれる石なんだぜ。幽霊と石との関係がわからないけど、ともかく人柱にされた人はお気の毒だね。このように日本各地にはいろいろ不思議な伝説があるんだぜ。じゃあ次は日本各地の不思議な伝統祭りを紹介しよう。神奈川県川崎市の金丸祭りみたいな、男の人のあれの形をしたおみこしを担いだりして、海外ですごい有名なんだよね。どうして霊夢はそういうのだけは詳しいのか。あのお祭りは確かに不思議だけど、1970年代から始まったので伝統はないからパスな。日本の不思議な伝統、伝説15選。その2、日本各地の不思議な伝統祭り。まず一つ目、塩かけ祭りだ。塩かけ祭りは、三重県和具漁港周辺で毎年の夏に開催される、780年の歴史を誇るお祭りだぜ。どんなお祭りなの？簡単に言うと、船に乗りながら海水を掛け合ったり、海に投げ入れたりするお祭りなんだ。当日漁師たちはまずアワビなど、獲物を神社にお供えして、1年間の大漁と、海の安全を祈願するんだぜ。ふむふむ、最初は普通だね。漁師たちは船に乗り込み、海に出て、船同士人同士で海水を掛け合ったりするんだ。なかなか楽しそうなお祭りだね。これはどうして行われてきたの？塩かけ祭りは海の女神、一木島姫の御子との里帰りをお祝いするお祭りなんだ。漁師たちは里帰りのお祝いのため、朝早くから獲物を神社に備えるんだぜ。由緒正しいお祭りなんだね。かつては、早い船は遅れる船を海の上で待ち伏せ、海水を掛け合っていたそうだ。これはお互いに、汚れを洗い清める、という漁村特有の考え方から生まれた伝統なんだぜ。また、一番早く船に水をかけた船は大漁になるという言い伝えもあったんだ。今は危ないから競争要素はなくなったのかな？塩かけ祭りの最大の見どころは、なんといっても祈願の後に海水を掛け合うところだぜ。船の上でバケツやホースを使って海水を掛け合ったり、鯉を寄せている相手を海に投げ入れることもあるそうだ。そうなの？じゃあ私が参加したら投げられまくっちゃうよ。それはないだろ。豪快に水を掛け合った後は、美しい花火も上がるそうだぜ。二つ目はパーンプ、プナハ祭りだ。パーンプ、プナハ祭りは沖縄県の宮古島の北部、島尻エリアで、年に一度9月に開催される伝統のお祭りだぜ。パーンプ、プナハってどういう意味？パーンプ、は鬼や妖怪を意味し、プナハ、は祈願祭を意味するんだ。全身泥まみれで不気味な仮面をかぶった、パーンプ、と呼ばれる人々に追いかけられ、捕まえた人には泥を塗りまくるお祭りなんだぜ。すごいね、参加はしたくないけど見てみたい。泥を塗られるのは人だけではなく、家や車にも泥を塗られるため、パーンプ、プナハ祭りが開催される日は街中が泥だらけになってしまうんだぜ。普通なら怒られるけど、お祭りの日は特別だね。この泥には厄払いの効果があるとされているぜ。泥を塗られた人は、豊作円満や無病息災のご利益があると言われているんだ。そうなんだ。それでも泥は塗られたくないな。パーンプ、プナハ祭りの一番の見どころは、泥まみれの人に皆が追いかけ回されるところだぜ。大人子供に関わらず、全員がパーンプに追いかけられるから、笑い声と悲鳴が絶えないそうなんだ。南国らしい、楽しくて愉快なお祭りなんだね。三つ目は笑い祭りだ。笑い祭りは和歌山県日高郡日高川町で開催される、江戸時代からの長い歴史を持つ祭りなんだぜ。これは名前からして楽しそうなお祭りだね。この祭りは、世界有数の旅行ガイドブック出版社であるロンリープラネットが選んだ、世界で最も幸せな場所、のトップ10入りを果たし、世界でも有名になっているそうなんだ。どんなお祭りなの？ひたすら笑い続けるとか？白く顔を塗り、赤色で顔の方に、笑い、の文字を施した、鈴振り、と呼ばれるものがみこしや屋台を誘導しながら、笑い笑え、永楽じゃ、世は楽じゃ、と言って街を練り歩くお祭りなんだぜ。え？それは逆に怖いような。どうしてこの祭りをやるようになったのかな？
この祭りの由来は、その昔、祭神の入宮姫が10月に行われる出雲大社での神様の会議に、初めて出席することになった時、寝過ごしてしまったことに始まるんだ。それでどうなったの？入宮姫が落ち込んでいるのを心配した村人たちが、笑え、笑え、と、慰め勇気づけたことが笑い祭りの始まりと伝えられているぜ。人間に慰められる神様って、なんだか頼りないかも。このお祭りの見どころは、鈴振りに言われてみんなが大笑いをしている光景だ。見た人はとても不思議で、そしてなぜか幸せな気持ちになるそうだぜ。一度は見てみたいね。四つ目は六号の竹打ちだ。六号の竹打ちは、秋田県美郷町で行われる、700年余りの歴史を持つ全国で最も危険な祭りと言われているんだ。日本一危険。岸和田だんじり祭りより危ないの。オーストラリアのメディアにより、世界の危険な祭り、第3位に選ばれたそうだぜ。世界ナンバー3のヤバさって、どんなお祭りなのよ。六号の竹打ちは毎年2月11日から15日までの5日間にわたって行われるんだ。豊作、安全繁栄を祈る年越え、と、凶作と不幸を除去する悪魔払い。そしてその年の吉凶を占う年占い、が行われるぜ。ふーん、割と普通じゃない？しかし最後のクライマックスでは、7から8メートルの竹を持った若者たちが、南北に分かれて激しく打ち合いをするんだ。これが危険だということだぜ。それはやばいね、怪我人も出そうだ。打ち合いが終わった後は、今年も豊作であるように、と念じながら割れた竹でご神火を打ち合うんだ。とにかく打ち合うんだな。どうしてそんなことをするの？一連の行事の起源は1200年代の鎌倉時代に遡ると言われているぜ。豊作祈願の火祭りとして始まったと伝えられているんだ。危険だけど由緒正しいんだね。クライマックスの竹打ちでは、若者が南北のチームに分かれて戦うけど、北のチームが勝てば豊作、南のチームが勝てば米の値が上がるというジンクスもあるんだ。じゃあ北のチームを応援したい、でも農家としては米の値段が上がるのでもいいのかな。祭りのクライマックスの竹を使った打ち合いは、竹の割れる音や、人々の叫び声が飛び交う大迫力の光景に圧倒されるぜ。それは危険な分、すごい見物なんだろうね。最後には五神火を打ち合うので、火柱が上がり、火の粉が天に舞う幻想的な光景が見られるんだ。ロマンチックな景色なのかも。5つ目は牛津暴れ祭りだ。牛津暴れ祭りは石川県能登半島で行われる、350年以上の歴史を持つ伝統的なお祭りなんだぜ。暴れ祭りって、今回のもやばそう。祭りは2日に分かれて行われるんだ。初日では、夜になると、高さ7メートルにもなる5本の柱松明に火がつけられ、松明の周りを、40基もの切り子が太鼓の音に合わせて、掛け声をしながら、ひたすら練り歩くんだ。あれ、言うほど暴れないみたいだけど。暴れるのはその後だぜ。2日目の最後では、みこしを地面に叩きつけたり、海や川に投げ込んだりして破壊するんだ。ちなみに、切り子とは巨大な灯籠なんだぜ。やっぱり暴れるんだ。相手が人間じゃなくてものでよかったけど。牛津暴れ祭りの由来は、350年前、当地に疫病が流行したため、盛大な祭りを始めたところ、患者が救われたことらしい。お祭りのおかげで治ったとは思えないけど、コロナ禍はそれじゃ収まらないし、巫女の霊夢がそれ言っちゃダメだろ。それで喜んだ地元の人々が、切り子を担いで神社に詣でたのが祭りの始まりだと言われているぜ。感謝の気持ちから始まったんだね。みこしを破壊するのは、みこしが壊れれば壊れるほど、みこしに乗る神様が喜ぶという言い伝えがあるからと言われてるんだ。どういう神様なのよ。人間には理解できないわ。初日の夜では、巨大な松明に火がつけられるので、燃え上がる炎とともに、切り子を持って踊る様子が圧巻なんだぜ。それは見てみたいなぁ、楽しそう。2日目のみこしの破壊は、梶川橋の上からみこしを川に投げ込み、水中でみこしを転がしたり上に乗ったりする豪快な暴れっぷりが、祭りのハイライトと言われているぜ。迫力ありそうだね。6つ目はカセトリだ。カセトリは江戸時代から続く、毎年寒さが厳しい2月に行われる伝統行事だぜ。かつては全国で行われていたけど、現在では山形県上の山市で行われているんだ。変わった名前のお祭りだね。どんな内容？このお祭りでは、境内、と呼ばれる布をかぶった裸の男たちが、威勢のいい声を上げながら市内を練り歩くんだ。市内で練り歩く男たちに対して、観客たちは祝いの水をかけまくるというお祭りだぜ。うわ、寒そう、なんでそんなことを。祭りの名称であるカセトリは、カセギトリ、または、カセイトリ、に由来していると言われていて、
境内、と呼ばれる蓑をかぶった裸の男たちに水をかけることで、五穀豊穣や商売繁盛のご利益があると言われているんだ。景気に冷や水を浴びせる、にならなければいいけど、祭りは真冬に行われるので、裸で冷たい水をかけられている男たちが、寒さに耐えながら必死に踊り歩く姿を見ると、きっと感動するぜ。でもちょっとかわいそうかも。また、お祭りで使用された藁は縁起物と考えられていて、女の子はそれで髪を結ぶと一生黒髪に恵まれるという言い伝えもあるそうだぜ。そうなの。私も欲しいな、将来ハゲたくないし。七つ目はケベス祭りだ。ケベス祭りは大分県の国東市国見町の岩倉八幡神社で、毎年の10月に行われているぜ。スケベ祭り、言うと思った。この祭りは奇妙なお面をつけた、ケベス、が、燃え盛る炎の中に飛び込もうとして、白装束姿の、刀婆、が阻止するんだ。自殺を戒めるお祭りなのかな。この祭りの由来は定かではないけど、火を扱う火事の神でもあるウサや旗が近くの海岸に寄りついた説や、かつての皇后が戦いに行く兵士に対して、火を焚いて兵士たちを清めたことから由来したという説もあるんだぜ。それでも火に飛び込むのを止めるという理由は謎なんだね。祭りの見どころは、ケベス、と、刀婆、が戦っているところもそうだけど、一番見応えがあるのは、ケベス、が火の中に飛び込んだ後、刀婆、たちは火のついた芝を持って神社の境内を駆け巡り、観客に容赦なく火の粉を浴びせるところだぜ。え、それは火気に注意してやらないとダメだね。お尻を叩かれ、追われて逃げ惑う人もたくさんいるそうなんだ。うわ、それは参加したくないかも。そして、この火の粉を浴びると無病息災のご利益があると言われているんだ。そういう火の粉を浴びるとご利益のある祭りって他にもいくつかあるみたいね。奈良の東大寺の修二会とか。お、意外と勉強してるな、さすがは巫女。日本の不思議な伝統、伝説15選、まとめだぜ。以上、日本の不思議な伝統、伝説15選を紹介したけど、霊夢はどう思った？そうだね、伝説の方はかわいそうな女性のお話が多くて、昔の時代の女性は生きるのが辛かったんだろうなと思ったよ。そうだな、だから今の時代は女性の権利についてよく議論されるんだろう。お祭りについては、大暴れして日頃の鬱憤を晴らす、みたいなのが多いのかな。確かに、でも紹介したお祭りはコロナ禍で中止しているのも多いから、みんなストレスが溜まっているだろうな。早くコロナ禍が収まって、またお祭りをやってほしいね。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、みんな UFO には興味があるよな。未確認生物のユーマと並んで、誰しもが知っている未確認飛行物体ね。誰でもすぐに円盤型の宇宙船を想像するくらいに、ある意味最も身近な都市伝説よね。今回はその UFO に関する話題の中でも、日本版の UFO として知られるうつろ船伝説について解説していくぜ。それではゆっくりしていってね。まずは UFO と呼ばれるもののおさらいだけど、未確認飛行物体という意味の言葉、アナイデンティファイドフライングオブジェクトの頭文字を取ったものだな。外見的特徴としては、飛行機や気球といったごく普通の空を飛ぶものとは異なっているわ。具体的によく挙げられるのは、急速な停止や方向転換に代表されるような高速で不規則な動きだったり、光り輝く見た目や無音での飛行だぜ。やはりいずれも一般的な航空機なんかとは全く異なる特徴だよな。どれも宇宙を題材にしているような SF 作品を元にイメージされた姿だけど、おそらくそれが誰しもが考える UFO の姿よね。UFO の特徴の一つとして、特定の一部地域だけじゃなくて、世界各地で同じような目撃例があるということだ。いくつか有名な目撃例としては、1947年にアメリカのワシントン州上空で目撃された9個の UFO、1976年にはソウルで12機の国籍不明の飛行物体、さらに1981年にはフランス、翌年1982年にはポルトガル、他にも中国、イギリス、アルゼンチンなど、まさに世界中で UFO の目撃例が存在しているが、なんといっても最も有名なのは、アメリカのニューメキシコ州で発生したロズウェル事件だろうな。その名前は聞いたことがあるわ。1947年にニューメキシコ州のロズウェル近郊で発生した UFO の墜落事件とされるものよね。そうだな。この事件が有名になったきっかけの一つに、墜落した UFO を米軍が回収したとされるバックグラウンドがあるぜ。詳しく知りたいわ。事件の発端は1947年の7月、ウィリアム・ブラゼルという農場主が、
自分の所有している牧場で不可解な破片を発見したんだ。それはゴムや金属を薄く伸ばしたもの、さらには紙や棒などで様々なものから作られていて、一部には謎の象形文字も描かれていたんだぜ。もうこの時点で謎だらけよね。彼はその謎の破片をロズウェルの保安官に持ち込み、そこから陸軍飛行場に連絡が入り、軍が現場を見に訪れたんだ。最初の公式発表によると、その破片は気象観測用の気球であるとされたが、その発表はすぐに多くの波紋を呼ぶことに。当時は誰しもが、それは気球とは思えないと証言を残していたようね。まさにその通りで、発見した残骸の特徴と観測用気球では全く似ていないと否定したそうだ。しかしそれ以降、この事件において進展は見られず、人々の記憶の彼方に忘れられてしまったぜ。ロズウェル事件がこれだけ有名になった理由は、そのしばらく後に明らかになるのね。時は経ち、1978年、UFO に関するいくつかの新たな証言が現れた。それが、異星人の乗り物、および異星人の回収を目的とした大規模な軍事作戦が11カ所で行われた。さらには、元葬儀屋のグレン・デニスは、ロズウェル基地で異星人の死体の解剖が行われていたとされる内容のものだ。複数箇所で行われていた国による作戦、そして異星人の解剖とは、なかなかショッキングな内容だよね。ロズウェルでの UFO の墜落から約30年後、これらの新たな主張を受けて、ニューメキシコ州の下院議員であるスティーブン・シフは、アメリカ空軍に対して会計監査を要求。軍はこれに応じて、会計検査員は調査を開始。そしてアメリカ空軍長官室に内部調査を実施するように指示。気になるその結果は、1995年に発表された一つ目の報告書では、1947年に回収された破片の正体は、ソ連の核実験探知を目的とした秘密の政府計画、その名もモーグル計画で飛ばされた気球の残骸であるとされたんだ。秘密の計画だったから、1947年当時は虚偽の報告がなされたというのね。そして、1997年に発表された第二の報告書は、回収した異星人の死体に関する内容で、1956年6月に発生した航空機の墜落事故や、1950年代に米国空軍が極秘に行ったハイダイブ計画と呼ばれるプロジェクトが、混同されたことで事実が湾曲され、捏造されたのではないかという結論になっている。ハイダイブ計画は、擬人化したダミーを使用したパラシュートのテストなのね。つまり、それで墜落した人の形をした何かが、UFO 愛好家たちの間では異星人とされて、同年代に起きた墜落事故も結びつけられて、伝聞されていくうちに誤った情報になったと、報告書ではまとめられているのね。ロズウェルに UFO が墜落したのは1947年、蒸気の航空機墜落は1956年と10年近くの開きはあるものの、その程度の時間の違いに関しては心理学的にも説明可能な内容と説明されたんだが、この報告書の内容に納得した人は少なかったようだな。確かに、極秘の計画が元だったとはいえ、10年の間隔があって起きた2つの事象を混同していると結論付けたり、それで捏造された証言だとまとめられるのは普通に考えても無理があるようにも思うわ。結局のところ、ロズウェルで見つかった残骸の正体は判明しておらず、それどころか世論調査を元にすると、1997年の時点でも、地球に異星人が来ていて、その異星人が回収されたと信じている人が、大多数を占めていたんだ。そして未だに、ロズウェル事件に関する議論は行われていて、2007年に出版された書籍では、ブラゼルは破片と一緒に実は異星人も発見したとされているのね。軍の発表も二転三転していて、さらには第一発見者の証言も、このゴミを読んで新情報の供述が明らかになるとは、それはそれできな臭い話ではあるよな。ロズウェル事件に関しては、そういった謎の多い部分も含めて、話題性の高い有名なものということね。ところで、日本では UFO の目撃例はどのくらいあるのかしら？ UFO といえば、外国で多く目撃されているイメージだけど、もちろん日本国内でも有名な目撃例はあるんだぜ。その一つが、1972年に高知県高知市の東部、ケラで目撃された UFO、通称ケラ事件だ。それはどういった事件だったのかしら？光を放つ小型飛行物体を地元の中学生が目撃して、後にそれを捕獲したとされているぜ。物体は銀色で、重さは約 1.3 から 1.5 キロ、サイズとしては高さ7センチ、幅18センチ。両手に乗るくらいの大きさね。このケラ事件に関しては、しばしばメディアで取り上げられるものの、実はその物体は、灰皿を元にして作られたものであるだとか、捕獲した少年が実は手品が好きで、そのトリックによる巧妙ないたずらではないかとも、語られているようだな。捕獲したというなら、もっと話題になっても良さそうなのに、これまた謎の多い出来事なのね。そしてもう一つが、1975年に山梨県の甲府市で起きた甲府事件。男子小学生二人が UFO を目撃して、その後ブドウ畑に着陸した UFO からは、
チョコレート色をしたシワシワでのっぺらぼうな異星人の姿を目撃したとされている。これも目撃者は子供なのね。もしかして、純粋な心を持っている子供にしか見えない存在だったりして。このうちの一人は異星人に肩を叩かれて恐怖で身動きが取れなかったとされているぜ。そしてもう一人は急いで家族を呼びに行ったものの、家族が到着後、異星人の姿は消え、畑には燃えるような物体が残されていたんだ。実際の異星人の姿は見れなかったけど、何かが墜落したような形跡は残されていたのね。それ以外にも、地元の環境センターの管理人や、作家の影山民夫も交代を目撃したと証言している。後に行われた現地調査でも、倒れたコンクリート柱や大きく歪んだ金網、そして地面に穴が開いているのが確認されていて、やはり何かが墜落したのは間違いないとされているな。UFO ではないにしても、隕石が落ちてきたとかなら、現実的かもしれないわ。ただこの事件に関しても、証言を集めたのがオカルトを信奉する雑誌であることや、他のメディアでは証言が報じられていない点、そして破損している柱や金網がある一方で、その周囲にある木々には一切傷がない点など、不可解な部分も多いことから、これも謎の事件とされているぞ。今ならスマホで証拠の写真や動画を、ってなりそうだけど、当時だとそういうわけにもいかないからね。とはいえ、外国だけじゃなくて日本国内でも以前から複数の目撃例は存在していたのね。ここまで国内外のいくつかの目撃例を紹介したが、重要になるのはいずれも20世紀になってからの出来事ということだ。そもそも UFO という概念自体が昔はなかったのよね。その点に関しては、1947年、アメリカの実業家でもあるケネス・アーノルドが、当時目撃した円盤状物体のことをフライングソーサーと名付けたのが、始まりだとされているんだぜ。でも一つ不思議に感じることがあるわ。20世紀に入ってからはこれだけ多数の目撃例があるのに、それより以前には UFO が目撃されたという記録はほとんど見かけないよね。もし異星人が宇宙船に乗って地球に来ているなら、それは時代に関係なく以前から記録や言い伝えがあっても不思議じゃないよな。それを考えると、ここまで紹介してきたロズウェル事件やケラ事件、そして甲府事件は、どれも作り話だったり見間違いが原因によるもので、やっぱり UFO と呼ばれるものはこの世に存在しないものになるのかしら。そう思うのはまだ早いんだぜ。何を隠そう、実は20世紀以前にも UFO のようなものが存在していたという話が、ここ日本を舞台に起きているんだ。海外ではなくて国内の話なのね、それは興味深いわ。しかもこの話はなんと江戸時代まで遡る、想像以上に大昔からある話なんだ。日本版 UFO と呼ばれるもの、それはうつろ船という名称で、現代でも UFO マニアの間ではしばしば話題に上がっているんだ。どこの地域で伝わる話なのかしら？茨城県や石川県、新潟県、愛知県に兵庫県、挙句の果ては九州の対馬まで、まさに日本全国各地で伝わっているあたりも現在の UFO と似ているよな。特定の地域だけに限った話じゃないのね。そしてこのうつろ船、日本版 UFO とはいえ、航空宇宙学のみならず民族学的にも関心が寄せられていて、日本を代表する民族学者の折口信夫や柳田国夫らの権威ある学者たちも研究しているぜ。その中でも最も有名なのが現在の茨城県、日立の国で発見されたうつろ船なんだ。そもそも当時の江戸の人々にとっては、うつろ船とはどういった存在だったのかしら。それについては、南宋里見八犬伝などで知られる、日本のシェイクスピアとも言える小説家、玉亭馬琴の影響は大きいだろう。当時、江戸の文人や講図家が集まる、都演会と呼ばれるものがあったんだ。今でいう、共通の趣味を持ったサークル活動のようなものね。そこで語られた奇談や怪談をまとめた、都演小説の中で、うつろ船の晩鐘というタイトルで、うつろ船が紹介されて、人々に知られるきっかけになったんだぜ。当時からそういったサークルがあるのも興味深いし、今でいう UFO に対しても関心が強かったのね。その中でも特に日立の国のうつろ船が有名な理由としては、実際に目撃されて伝わっている以外にも、船が実際に漂着してそこから人間が降りてきたという事実があってこそのことだろう。一瞬目撃されたとかなら見間違いの可能性も大きいけど、船全体が漂着となるとさすがにその心配はないわね。それでいてさらに、中から人が出てきたとなれば、もはや錯覚や見間違いでは済まされないわよね。この話が200年以上経った今でも語り継がれているのは、これが何人もの人に目撃されて、信憑性を増したからに他ならない。学者さんが研究しているくらいだからね。ちなみにそれはいつ頃の話なのかしら？日立の国にうつろ船が漂着したとされるのは、1803年の出来事だ。これは世界で初めて UFO が発見されて、ブームになるより150年も前の話なんだ。世界で初めて UFO が目撃されたのが1947年。それよりはるか前なのに研究されているのは日本の昔の学者がすごいってことなのかな。先に紹介したロズウェル事件や国内の事件ではいずれも目撃者の証言が曖昧だったりと、
整合性の取れない部分が目立っていて、いわば実体のないミステリーとも言えるよな。確かにさっきも話題に上がったけど、取り上げているのがオカルト系メディアだったり、あくまでもマニアやそういった類のための研究対象に過ぎない印象はあるわね。その一方で、このうつろ船に関しては、当時の人々が古文書に書き記したもので、口で説明するだけの曖昧な証言に比べても、その信憑性は増すだろう。仮に内容が嘘だったとしても、それこそ他の神話やおとぎ話と同様に、フィクションとして語り継がれるものになる。つまり、海外での UFO 目撃例が実体のないミステリーだったのに比べて、国内で江戸時代に発生したうつろ船に関しては、実体のあるミステリーということね。そのため、今でも研究されるような魅力的な対象となっているんだろう。さて、それではうつろ船とは一体どういったものなのか。そして中から出てきたのは果たして異星人なのか。ここからは、日立の国のうつろ船について、より詳しく説明を進めていこうと思うぜ。うつろ船の第一研究者でもある、岐阜大学の名誉教授、田中和夫氏によると、うつろ船の伝承は全国各地に存在しているそうだ。そもそも、これは宇宙船のように空を飛ぶものではなくて、船なのよね？もともとは座礁したロシアの捕鯨船が、うつろ船の正体と考えられていたが、実際には、そういった海難事故が起きたという公的な証拠は一切見つからず、代わりに同じようなうつろ船の資料が、日立の国だけで11種類も見つかったんだ。その資料にはどんなことが書かれているの？基本的にはどれも同じ内容が書かれていたようで、漂着した船は鉄でできていて、表面には窓があり、全体的に丸っこい作りで、光合と呼ばれる容器のような形をしている。そして表面には文字が書かれていて、中には人間が乗っているという内容だ。円盤に近い形なのや、文字が書かれているのは、UFO にもなんだか共通している部分ね。乗っていたのは、二十歳くらいの異国の女性で、手には大事そうに箱を抱えていて、ひと時もその箱を手放すことはなかったそうだ。そういった秘密めいた部分は、なんだかおとぎ話にも伝わるわね。そしてこの中で特に興味深い資料があるんだ。それが、茨城県に住む古文書収集家が所有する、水戸文書と呼ばれているものだぜ。その水戸文書とはどんな内容のものなの？その中に描かれている女性の着物が興味深くて、それが茨城県神栖市の、養蚕信仰のお寺。制服時にある掛け軸に描かれている、小玉様の着物に似ているんだ。それってどんな関係があるのかしら？もともと茨城県には、金色姫伝説と呼ばれる伝説もあって、その内容は、天竺から訪れたとされるお姫様が乗った。眉の形をした丸い船が、日立の国に漂着。その時に面倒を見てくれた地元の夫婦に、恩返しとして養蚕の技術を伝えたというものだ。船の形だったり、女性が漂着するという部分では、今回のうつろ船の話と似ているわね。それに、うつろ船伝説でいうところの箱についても、それが養蚕の技術だと置き換えれば、辻褄は合うわよね。他に語られている金色姫伝説の内容では、箱の中に蚕がいたともされているぜ。しかしながら、茨城県で養蚕が始まったのは、この伝説よりもさらに大昔の、西暦500年頃の話とされている。となると、時代背景的には必ずしも一致しないけど、何らかの関係性はあるとも言えそうよね。そうだな。直接的なつながりはなくても、女性が当時の人々に何か新しい技術を伝えただとか、そういった可能性は十分に考えられるだろう。そしてもう一つ、興味深い資料があるんだ。それはどんな内容なのかしら？甲賀流忍術の研究家である川上仁一氏が保有する番家文書と呼ばれているものだ。その番家文書は、どんな内容なの？この文書では、他の資料では曖昧に語られることの多かった。うつろ船の漂着場所が、具体的な地名で記述されているんだ。それが、日立原斜里浜という地名で、あの伊能忠敬の地図にも掲載されている。地図上で今でも確認できるような、具体的な場所が特定できるなんてすごいわよね。そうだよな。川上氏によると、この番家文書は、甲賀の忍者が、尾張の藩主の参勤交代時に、情報収集して書かれていたもので、虚偽の内容はないだろうと考えられているんだ。小説のような作り話ではなくて、今でいうところの公的な文書ということね。それは信憑性が高そうだわ。さらに、当時の漂流に関する事件をまとめた、漂流記集という文書があるんだ。この頃は鎖国中で、外国籍の船舶はほとんど来れないはずだ。そのためこの文書には、漂流した外国船に関する記録がまとめられているぜ。鎖国中だから、本来は漂流だとしても来てはいけないはず。その漂流についてもしっかりとした記録が残されているのね。この漂流記集には、うつろ船の事件も取り上げられていて、全2巻にわたるこの文書では、うつろ船以外の漂流事件は、すべて実際に起きたものだとされているんだ。それはとても興味深い内容だわ。この文書自体は先ほどの番家文書とは違って、公的な文書ではないかもしれないけど、少なくともこの文書を当時まとめた人たちにとっては、うつろ船の事件も、実在していたものとして考えられているということだな。うつろ船以外の漂流記録も気になるところだわ。
もちろん、これらの全てが実際に起きたとは考えづらく、フィクションだろうと思っている学者も多いとされている。民族学者の柳田国男もその一人で、うつろ舟の話は全て根拠がない作り話だと断じているんだ。権威ある学者さんがそう言っているのね。ただし、日立の国のうつろ舟は他の伝説とは異なる点がいくつもあったんだ。例えば、事件が1803年に具体的に起きたとされていることや、発生した日付が3月26日とまで明確にされていることが挙げられる。そこまで詳細に判明しているのは他の伝説とは違う部分よね。具体的な時期や日付までわかるというのはとても珍しく感じるわ。そしてもう一つのポイントは、図版で描かれているうつろ舟の外観が、どの資料でも一様で、どら焼きのような丸い形状で雨傘のような骨組み、そして丸い窓と入り口の位置関係が同じという点。これはいずれも同じものを見て描いた可能性が高いと考えられる。つまり、実在した船を描いている可能性があるってことよね。少なくとも、当時の彼らは同じ船を見ていて、それと同じものが実在したと考えることができる。そもそも気になる部分なんだけど、このうつろ船は結局のところ UFO なの？話だけ聞くと、ただよくわからない謎の船が漂着しただけの話のように思えてしまうわ。そうだよな。というわけでここからは、うつろ船は江戸時代に飛来した UFO なのか、徹底的に検証していきたいと思うぜ。まず、UFO というからには、うつろ船は空を飛べたのかというのがポイントね。冒頭で述べたように、UFO は、アナイデンティファイドフライングオブジェクトの略だから。もしこのうつろ船が飛ばなければ、そもそも UFO ではなくなってしまうよな。うつろ船が飛んでいたとされる記録は残っているの？それに関しては、まずは漂着した船の形から考えてみよう。うつろ船の形状はどら焼き型で、一般的にイメージする通常の船の形とは異なるぜ。逆にそういった丸型に近い形は、海を渡るのには適していないわよね。その通りだぜ。丸い船体だとバランスが取れず、波にさらわれて船が回転してしまうだろう。つまり、うつろ船には何らかの浮遊装置が付けられていて、それによって空中や宇宙空間を飛ぶことで地球に飛来してきたと考えることができるな。海には適さない特徴的な形だからこそ、それ以外の方法で移動するための、何らかの別の装置が付いていたというのね。そして、UFO を語る上で重要なのが、世界各地で目撃されていたという点だ。このうつろ船に関しても、UFO の事例と同じく、日本中の各地で同じような現象や報告が見つかっているんだ。日本国内の話とはいえ、同じような報告が複数あるのは驚きね。そしてその見た目や現象だけではなく、その背景に存在するストーリー自体も、今回紹介した日立の国のうつろ船の内容と似ているものが数多く存在しているんだ。それを調べていくことで、うつろ船が UFO としての特徴を持っているのかの、真相に少しでも近づけるかもしれないわね。数あるうつろ船に関する情報の中で、ひときわ異彩を放っているのが、上越の国、つまり現在の新潟県で見つかった、うつろ船の資料である感化性の異文雑居だ。それはどんな内容の資料なの？著者の感化性は、国学、俳諧、茶道などで優れた業績を残す多彩な人物だ。18世紀の後半には、当時の藩主であった榊原正長の下で、藩財政の立て直しをした偉大な人物でもあるんだ。そんな彼の著書である異文雑居には、うつろ船に関する興味深いエピソードがあるぜ。ここまで引っ張るからには、他のうつろ船の話とは異なる何かがあるのよね。この書籍でも、日立の国のものと同じような形のうつろ船が登場して、中から女性が出てくることまでは全く同じだ。しかし、ここから大きく異なるのは、この書籍では、うつろ船の紹介の後に、このうつろ船に関する情報は、すべて嘘であると述べられている部分だぜ。え？嘘って言い切ってしまっているのね。ただ肝心の、なぜその結論に至ったかというその理由は、よくわかっていないんだ。でも、これまでは実在したものと考えられていた、うつろ船に関する情報が、この資料では突如否定されてしまったというのは、注目すべき点だろう。もし、うつろ船のことを嘘と言い切るなら、なぜそれを広めたりする必要があったのかしら？そこは気になるところだよな。そしてここで思い出してほしいのが、アメリカで起きたロズウェル事件のことだ。これも最初は、UFO の残骸だと言っていたのが、後になってなかったことにされてしまった。言い換えれば権力者によって、当初の情報がもみ消しされてしまったのよね。こういった都市伝説とされる類のものに関して、権力者によって都合の悪いことは、なかったことにされるというのは、決して珍しいことではないだろう。そして今回のうつろ船に関する情報を書いた、感化性についてなんだけど、実は政治家でもあるんだぜ。え？それってつまり、うつろ船の事件も、権力者によってもみ消されたということに、察しがいいじゃないか。この感化性も、ロズウェル事件の陸軍と同じように、何か理由があって、うつろ船に関する情報を、自分たちだけのものにしたいと考え、民衆に変な噂が広まらないように、うつろ船に関する全てのことを、嘘であると決めつけることにしたとも考えられる。
感化星がなぜうつろ船の情報を隠したのか、何か目的があったのかな？それを紐解く手がかりが、日立の国のうつろ船について説明した時に一緒に紹介した金色姫伝説にあるとされる。もう一度確認するけど、それはどんな話だっけ？天竺から眉の形をした船に乗ってきたお姫様が茨城県沖に漂着し、地元の夫婦に助けられた後、そのお礼として養蚕の技術を伝えて恩返しをしたという話だな。つまり感化星の異文雑著も金色姫伝説もほとんど同じストーリーだよね。ところが一つ大きな違いがあって、感化星の書物ではうつろ船に乗っていた異星人は助けてくれた民衆に対して何も恩返しをしていないという部分だ。鶴の恩返しや浦島太郎といった有名なおとぎ話でもそうだけど、助けてくれた人に対して何かしらの見返りがあるというのはよくある話ではあるわよね。でも、その見返りがあるのとないのとで、その違いが何かを意味しているのかしら？まさにそれこそが、感化星が情報を隠した理由につながるかもしれない。現代のようにお礼はお金で、というわけにもいかないだろうから。金銭の代わりに技術や行動でやり取りをするという文化が根付いていた時代だ。異星人もカムフラージュのために、当時のその文化に従った可能性はあるだろう。そうなると、うつろ船に乗っていたのが異星人だとすると、その異星人は見返りとして何を施したのかしら？そこで重要になるのは、当然彼女が肌身離さず持っていた箱の中身だ。例えばうつろ船、つまりは UFO を動かす鍵であったり、動かすための燃料であったり、あるいはそれ以上に価値のあるものだったのかもしれないな。具体的にはどういったことかしら？例えば、ロズウェル事件で UFO の存在が否定された理由として、UFO に搭載されていた技術が、軍事的にも利用できる価値のあるもので、それを大っぴらにはできないという権力者の企みがあったともされている。秘密にしておいて独り占めしたいと考えたのね。それに照らし合わせると、うつろ船の伝説に関しても、ロズウェル事件の UFO と同様に価値のある情報が秘められていたと言えるな。そんな昔に、どれほどの価値のある技術が隠されていたのかな。例えば農作物の成長を促進させる技術や、養蚕よりも強固な糸の生産方法などは、金色姫伝説の時代背景とも一致するし、当時の人間からしても、非常に価値のある技術ではないだろうか。それ以外のことだとしても、未知の技術に対して、それを秘密にして自分たちだけのものにする。そんな判断を下したのであれば、当時の感化星はかなりの切れ者と言えるわね。もしその技術が明るみになっていれば、それが原因で戦争のようなことが起きていたり、トラブルも多かったことだろう。その技術が何だったのかは気になるところだが、感化星が当時に下した判断は、ある意味でお見事とも言えるよな。現代でも争いの原因のほとんどは、宗教関連だったりエネルギー関連だからね。ある意味、感化星の先見の明がすごいわ。他にもうつろ船に関する情報はないの？伝説が最も多く残っているとされるのが、長崎県に位置する対馬だ。対馬におけるうつろ船伝説では、船に乗って訪れるのは高貴な女性で、遊石や財宝を積んで漂着したとされているぜ。遊石とはあまり聞き慣れない言葉だけど、物静かな雰囲気で趣のある石のことよね。当時ではあまり見慣れない珍しいものという位置づけだろう。例えば江戸時代の人が、現代のスマホを見ると不思議な石のような物体と感じるかもしれないし、私たちにしてみればごく当たり前のものでも何百年も遡ればただの奇妙な物体だよな。つまり、当時の人々には理解しきれないほどの、驚くような何かがうつろ船には乗せられていたのかしら？そうとも考えられるし、感化星が行ったもみ消しに通じる部分もあるよな。ちなみに当時の対馬では、漂着した女性をもてなすようなことはせずに、珍しい金品を強奪していったと言われているぜ。もったいないというか、ひどい話ね。その女性に優しくしていたら、もしかしたらその技術の使い方も教えてもらえたかもしれないし、時代の最先端をつかむチャンスを逃したとも言えそうね。また、当時の日本が鎖国をしていたというのも、うつろ船が UFO である説を支持する理由にもなる。鎖国については中学校で学ぶ内容で、1639年から1854年にかけて、外国の船の来航を禁止して、日本人が海外に行くのも制限されたものよね。鎖国を行った結果、日本は世界から孤立し、独自の経済圏を形成していたことになる。つまり、外国からの情報や技術に関しても制限されていたことになるよな。となると、うつろ船が持ち込んだ技術や情報が特別なものになるのは間違いなさそうね。さらに当時の日本では、鎖国に加えて、異国船打ち払い令も発令されているんだ。それはどんな命令だったのかしら？日本が外国船に対して発令した命令で、外国船の日本沿岸への接近を禁止し、彼らを追い払うことを目的としていたんだ。そしてこの命令によって、日本の当局は、日本沿岸に接近する外国船を砲撃し、追い払うことができて、日本の土地に上陸した外国人を逮捕または処罰することも可能になったな。
鎖国の一環とはいえ、外国船や外国人に対してかなり厳しい措置を取っていたのね。そうなると、外国からの情報や技術がかなり限られてしまうのは納得だわ。つまり当時の日本は外国の船に対して非常に敏感で、本来は攻撃する必要のない船にまで砲撃をする事態すら発生していたんだ。それを思えば、そんな厳戒態勢の中、うつろ船が海を渡ってくるのは困難だろうし、空を飛んでやってきたという説の方がごく自然にも思えるよな。そうかもしれないわね。宇宙から空を飛んでやってきたからこそ、厳重な海上監視を避けて目的地にたどり着けたとも言えるわ。そうやって漂着することができれば、あとは地元の人々に見つけてもらうのを待つだけね。ちなみに海外の人々にとって日本のうつろ船伝説はどのように捉えられているのかな？結論から言えば、海外の UFO マニアの間では、うつろ船は UFO として認識されているんだ。それだけじゃなくて、中に乗っていた女性についても、異星人であるとの見解が示されているぜ。日本で私たちが想像している以上に、海外では UFO として認識されているのね。その裏付けとして、まず UFO との接近に関して、接触度合いによって第1種から第9種まで細かく分類されている事象がある。これは接近遭遇といって、数字が大きくなるほど UFO や異星人との接触の強さが上がっていくんだ。具体的にはどんな内容なのかしら？例えば第1種としては、至近距離からの目撃。これが第9種まで行くと、異星人と地球人の間で公的に関係を構築することと定義されている。なんだかイメージしづらい話だけど、有名なハリウッド映画の ET なんかは、第9種に相当する遭遇になりそうよね。その定義によれば、うつろ船に関する事案は第3種もしくは第4種に該当するとされていて、なかなかつながりの強いものと言えそうだな。具体的にはどういった接触をすれば、第3種や第4種に該当するというような、明確な定義も存在するのかしら？第3種は、UFO の搭乗員と接触すること。それはクリアしていることになりそうね。第4種は、空飛ぶ円盤の搭乗員に誘拐されたり、インプラントを埋め込まれたりすること。また、空飛ぶ円盤の搭乗員を捕獲、拘束することとされている。さすがにここまでは行われていないと考えられるが、対馬のうつろ船伝説では、女性から金品を強奪したと先ほどの説明では触れたよな。あのひどい話だよね。これは第5種の人類と異星人とが直接対話、通信を行うことに該当していて、日立の国のうつろ船伝説では、箱の中身について問答する様子が描かれていることからも、条件を満たしていると考えられているぜ。実は大昔に、うつろ船の伝説という形で異星人との交流がされていたなんて、本当に興味深いわね。それが海外においても、少なくとも第3種の接近遭遇とされていて、さらに文章として記録に残されているのは非常に価値があると評価されているんだ。また、うつろ船伝説の特徴としてはイギリスで発生した、レンドルシャムの森事件と比較されることもしばしばあるんだぜ。レンドルシャムの森事件って何かしら？1980年にイギリスで起きた。アメリカ空軍が関与したとされる未解明の光の出現に関する一連の報告のことだ。それに UFO が関わっていたということ？そうなんだぜ。アメリカ空軍の職員が発光している UFO を 2、3 時間にわたり目撃、その後着陸した異星人と対話をしたという報告もあり、イギリスでは有名な UFO 事件とされているぜ。うつろ船伝説もこのレンドルシャムの森事件も第3種に相当する接近遭遇という意味で似ていて比較されるということね。ただな、海外の UFO マニアの間では、うつろ船伝説は、日本版のレンドルシャムの森事件というより、むしろ日本版ロズウェル事件と呼ばれているんだ。その理由として、どちらにも共通するのが、乗り物の外壁に描かれた謎の文字の存在だ。もし、ロズウェル事件で目撃された UFO と、うつろ船に書かれていた文字が同じだったら、それはすごいことよね。ロズウェル事件の UFO に描かれていた文字は、どういったものなのかは判明しているの？ロズウェル事件の目撃者によれば、UFO に刻まれていた文字は、用紙のような素材に刻まれていて、何らかの文字のようであったが、我々が用いるものとは大幅に違っていたようだ。文字の色とか特徴はないの？色はピンクや紫で彩られていて、文字に関しては日本語や中国語の文字だという証言もあれば、いかなる外国語とも類似点の存在しない、とする人もいて、共通するのは幾何学的で象形文字のようでありながら、エジプトの象形文字にあるような動物をかたどった文字ではないとされているぜ。つまり一般的に考えられるアルファベットのような単純なものではないのね。でも、ロズウェル事件で目撃された UFO のことなのに、その文字が日本語っぽいという証言が出るのもなんだか不思議だよね。そこが重要なポイントだ。日本語といってもひらがなにカタカナ、それに漢字でそれぞれ、文字に対する印象って大きく異なるよな。確かに、ひらがなは曲線的な一方でカタカナは曲線的だし、漢字はそのどちらとも違う複雑なものよね。私たちは日本人だから、当然その違いに関してもごく自然に受け入れられるが、日本語を母国語としない人々にとっては、ひらがなは象形文字のようにも見えるし、
それと一緒にカタカナや漢字が書かれていれば、それらは幾何学的なものにも見えるだろう。日本語だからこその印象と言えるわね。ちなみに、うつろ船に書かれていた文字については、どんな記録があるのかしら？ロズウェル事件では目撃者の証言しかない一方で、うつろ船に関する資料には、なんと、その文字をスケッチしたものが記されているんだ。それはわかりやすい証拠になりそうね。その資料によると、共通している点は、簡単な線と丸を組み合わせた幾何学的な内容だ。漢字の王、下、正に似ている形もあれば、真、星、吉と読めるようなものも、いくつかあるようだぜ。幾何学的であること、それに象形文字っぽい印象を合わせて考えれば、ロズウェル事件で証言されていた文字と一致していると考えられそうね。そうなんだぜ。ここまで一致している部分が多いとなれば、うつろ船とロズウェル事件の UFO には何らかの関係があるとみて間違いないだろう。ここまでの内容をまとめると、このうつろ船に関する事実は、やっぱりこれは宇宙からやってきた UFO で、中にいた女性も異星人なのではと思うわ。そして江戸時代には、たくさんのうつろ船が飛来していて、日本人と交流していたと考えられそうね。そうだな。そして津島の例のように異星人は金品を強奪されたこともあって、それ以降、異星人が地球に来ることはなくなったとも言えるだろう。それなのに、時が経ってから再び地球にやってくる理由は何なのかしら？それがロズウェル事件へのつながりだと考えているんだ。その目的が、何かしら私たちとの関係性を築くためか、あるいは復讐のために再び地球に飛来したのかもしれないぜ。異星人に復讐されるなんて、恐ろしい話だわ。でも、UFO は様々な惑星からいろんな異星人が来るっていうイメージがあるけど、一つの星から何度も来るっていう考えは新鮮ね。そう遠くない未来では、彼らと交流できる日が来るのかもしれないな。でも、もし UFO の飛来数が、ロズウェル事件以降で減少しているなら、その時が訪れるのはまた数百年後になるかもしれないぜ。それにしても、江戸時代の日本で UFO がこれほど目撃されていたとは驚きだわ。唯一残念な部分は、うつろ船に乗っていた女性に関する情報の少なさだろうか。多数の資料に見た目や服装などは書かれていて、なんとイラストまで残されている一方で、その女性との関わりがその後どうなったかについては、ほとんど書かれていないんだ。そのまま日立の国で住民になりすまして過ごしたか、うつろ船に乗って宇宙に帰ったのか、はたまた国の役人に危害を加えられたのか、そういった部分まで説明している資料がないのよね。ただ、現代でもうつろ船に関する資料は新しく見つかっているみたいだぜ。今後新たな証拠が見つかることで、江戸時代の日本人が異星人と接触していた決定的な証拠が見つかるかもしれないなんて、ものすごいロマンを感じさせるよな。これからも、UFO やうつろ船に関する情報からは目が離せないわね。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。この前、日本刀の展示を見に行ってきたんだけど、やっぱり日本刀ってかっこいいよね。それに神秘的なものも感じるし。日本刀は古来より国内各地の刀鍛冶と呼ばれる職人の手によって作られてきたものだぜ。そして主に戦いの武具として使われてきたぜ。そうだよね。時代劇でしか見たことないけど、昔の人は刀で戦ってたんだものね。もちろん現代では武具としての役割はないが、美術品あるいは芸術品として文化財的価値が、見出されているぜ。確かに芸術品だよね、日本刀は。またアニメやゲームなどにも登場しているぜ。そうだね。アニメやゲームで魅了される人も多いだろうね。でも実物はもっと感動するよ。名工たちによって作られた日本刀の姿や刃文は本当に美しいものだよ。そんな名刀の中には、伝説や逸話が語り継がれる妖刀と呼ばれるものがあるぜ。妖刀？なんか不思議な魅力がありそう。それじゃあ今回は妖刀について解説しよう。この動画を見ると、妖刀とは何か、伝説や逸話が生まれている名刀を含む5つの妖刀について知ることができるぜ。それではゆっくりしていってね。妖刀とは？まずは妖刀とは何かについて解説するぜ。日本刀の価値はどこで決まるのかというと、主に姿、刃文、鍛え肌の模様である地金で評価されるぜ。刀によっていろんな魅力があるよね。日本刀の種類としては、太刀をはじめ、脇差しや短刀もあるよ。そんな日本刀の中で妖刀とは、文字通り読めば、妖気を帯びた刀のことだ。妖気は何か不吉なことが起こりそうな怪しい雰囲気や気配があることを意味しており、何らかの神通力が宿っている、あるいは宿っていそうな刀を指すぜ。一般的には人間に好意的でないか中立の怪しいと表現するのが、ふさわしい刀と言えるかもしれないな。なるほどね。とはいうものの、妖刀にはこれといった定義はないぜ。怪しげな曰く付きの刀や、神がかり的な不思議な事象を起こす刀が、古来よりある伝説や逸話の中に登場して妖刀と呼ばれるようになったと考えればいいかな。そう考える方がわかりやすいかもしれないな。魔剣という言葉が妖刀と類似しているよね。
こちらは日本刀に限らず、神話や伝説、あるいは小説やアニメ、ゲームなどに登場する、特別な力を持つ剣の総称を言うぜ。ふむふむ。つまり妖刀とは、邪悪な力を持ち不幸や災禍をもたらす刀というマイナスの意味だけでなく、人間が通常は触れることのできない神や魔物を斬るなど、何らかの特別な能力を有しているぜ。所持者あるいは使用者に大きな力を与える刀というプラスの意味もあると言えるだろう。さらに作刀した刀工の魂が刀に込められた時、刀そのものの魅力が増して、様々な伝説や逸話を生んだのではないだろうか。妖刀とは、様々な伝説や逸話を生む力を持つ名刀であるとも言えるね。名刀の中には天下五剣として選ばれたものがあるぜ。諸説あるようだが、室町時代にはこの言葉は使われており、完全に定着したのは、明治時代以降とされているぜ。天下五剣って？天下五剣は、数ある日本刀の中でも最高傑作と呼ぶのにふさわしい五振りのことだぜ。つまり、名刀中の名刀というのが天下五剣というわけ？そうだぜ。この天下五剣の中には妖刀と呼ぶにふさわしい、興味深い伝説や逸話が生まれている。名刀もあるんだ。その名刀教えて。それでは、そんな名刀を含む5つの妖刀を紹介していくぜ。村正。村正は、伊勢の国桑名郡で室町時代から江戸時代初期にかけて活躍した刀工一派だ。伊勢の国桑名郡は現在の三重県桑名市だぜ。しかし系譜をはじめ、未だに定説がない謎の多い刀工集団と言われている。伊勢の国は伊勢神宮があるところだよね。そうだぜ。伊勢神宮が鎮座する国であったこともあって、戦国時代に至るまで平和な土地で戦争が、なかったことから、武具としての日本刀を作る刀鍛冶もほとんど存在しなかったと言われてるぜ。しかし、戦国時代に入ると各国の領地争いが起きたため武具が必要になり、そこで勢いが盛んになったのが村正一派というわけだぜ。なるほどね。開祖とされているのは、戦時村正だ。出生の際、母親が桑名の矢田走り山に祀られている。千手観音に祈願したことから、自身を千手観音の申し子だとして千字の姓を名乗ったというぜ。千手観音の千と申し子の子を取ったって感じかしら。初代の千字村正から数代にわたって同名の村正が続いたが、何代にわたるのかについては諸説あり、三代とも七代とも言われているぜ。それ以降は村正の名を避けて千字と名乗るようになったということだぜ。この村正は名将として有名な政宗の弟子とされているぜ。そうなんだ。一派の代表的な刀工としては、初代の千字村正、村正、正重、正真、藤正などがいるぜ。村正が多くの人に知られるようになったのはいつからなの？徳川家の人間の死や負傷に関わった武具が、ことごとく村正の日本刀だったことから、妖刀村正と恐れられ、広く人々に周知されるようになったぜ。それは不吉だね。日本刀としての村正を一番恐れていたのは、徳川家康自身であったと言われている。どうして？なぜなら村正は、松平家や徳川家に数々の災いをもたらしたからだ。例えばどんな災いがあったの？徳川家康の祖父である松平清康が家臣の謀反により討ち取られた際、使用されたのが村正だったこと。家康の嫡男の徳川信康が謀反を疑われ、死罪となって切腹した際に、解釈で使用されたのが村正だったこと。家康の父親の松平広忠が討ち取られた際に使用されたのが村正だったこと。家康の妻の築山殿が殺害された際の日本刀も村正だったこと。徳川家康自身もたびたび傷を負わされたのが村正だったとも言われているぜ。結構あるね。つまり徳川松平家にとって村正は、四代にわたって呪われた妖刀だったわけだね。その後、村正の日本刀は持ち主にたたりがある、抜け鉢を水には収まらないと、囁かれたため、大名や旗本が村正の使用を避けたとされているぜ。ふむふむ。一方で、徳川家に災禍をもたらす村正は、敵対する者にとっては都合の良い武具の象徴となったようだ。幕末には西郷隆盛などの倒幕派が好んで村正を所有したとも言われているからな。なるほど、それは都合よく使われたものだね。ここまでの逸話を聞いていると、村正が呪いの日本刀のように思ってしまうよ。しかし、いわゆる都市伝説という見方もあるぜ。村正が盛んに作られるようになった戦国時代、現在の愛知県である三河の徳川、松平氏とその周囲の武士たちは、三河から比較的距離の近い、伊勢で作られた切れ味の良い村正を求めた可能性は高かったと考えられる。どういうこと？つまり、村正を多く持っていたため、様々な場面に使われた刀が村正であったのは、当然の結果と言えるかもしれないということだ。そういうことね。村正が盛んに作られていたのであれば、多くの人が持っていても、不思議ではないものね。一方で、村正一派初代の千字村正は、日本刀の切れ味に対する執念が並外れて強かったと、言われているぜ。
その執念が弟子たちにも受け継がれ、徳川松平家にまつわる、妖刀伝説に繋がったのかもしれない。それだけ日本刀としての村正は名刀と言えるのかもしれないね。村正の刀の特徴を説明するぜ。種類はたくさんあるの？刀の種類としては、立ち打ち刀よりも脇差しや短刀が多いぜ。そうなんだ。作刀の五大流派である五家伝の一つ美濃伝の作風と、隣国の総集伝の作風の影響を、受けていると言われているぜ。中子と呼ばれる塚をはめる部分の刀身が、棚子腹という個性的な姿になっているのが特徴なんだ。へぇ？立ち打ち刀の姿は、反りが浅く、厚みが少なく、先反りがつき、切先は長く伸びている。鍛錬によって醸し出された地金は、痛め肌が刃に向かうにつれて正め肌が混じり、刃文は運み乱れ、の垂れば、三本杉のいずれかを基調としているぜ。ふむふむ。また、短刀の姿はやや長寸で先反り気味になり、総集伝風の見幅が広く重ねの薄い姿で、厚みが少なく鋭利さを感じさせる切先のものと、小ぶりで重ねの厚い姿のものがある。刃文は、緩やかな乱れ刃かすぐ刃で、焼き刃が刃先により、そのまま刃先に抜けていく駆け出し刃だぜ。一口に村正といっても特定の刀ではなく、刀工一派の名称または彼らが作った刀のことを指すんだね。鬼丸国綱。続いて、鬼丸国綱を紹介するぜ。鬼丸国綱を作刀した刀工は、粟田口国綱で、本名は林道六郎というぜ。国綱は鎌倉時代に活躍した京出身の刀工だ。五家伝の一つである山城伝の粟田口派という刀工集団を率いた。刀工の粟田口国家の六人息子の抜歯だぜ。それだけ息子がいたら後継ぎには困らなそうだね。国綱をはじめとする息子たちは父親譲りの作刀技術を受け継ぎ、皇室に日本刀を収める、五番鍛冶となっているぜ。五番鍛冶？この五番鍛冶は、後鳥羽上皇が作った制度だ。国綱は、自らも作刀を行った後鳥羽上皇に、気に入られ、上皇が沖に流された時には、共に島へ渡った。沖に移り住んだ国綱に対し、鎌倉幕府を治めている北条家からは、何度も将兵の要請が届いたと言われているが、国綱は断り続けていた。国綱が鎌倉幕府の招きに応じたのは、初めての要請から20年後、後鳥羽上皇が崩御した後と伝えられているぜ。ほう、それほどまでに後鳥羽上皇に尽くしたんだね。招聘された国綱は、現在の神奈川県で、相模の国に赴いて、総集伝の確立に貢献したと言われてるぜ。国綱が作刀した鬼丸は、天下五剣の一つに数えられるが、皇室の私有財産である御物となっている。このため文化財保護法に基づく国宝や重要文化財に指定されてはいないぜ。皇室財産であるということは、鬼丸を見る機会はほとんどないのかな？そうなるな。それは残念。鬼丸という号の由来は、鎌倉時代の初代執権の北条時政の時代に遡るぜ。一説には五代執権の北条時頼の時という説もあるようだが、時政で話を進めるぜ。了解。北条時政は毎夜、枕元で抗議に苦しめられていたそうだ。そんな時政の夢に老人が現れ、私は国綱の化身だ。刀の錆を落としてくれたら鬼を退治すると告げられたという。時政が国綱の作った刀の錆を落として刀身を柱に立てかけておいたところ、その太刀が倒れ、火鉢についていた飾りの鬼の頭を真っ二つに叩き割ったそうだ。それ以来、鬼には姿を現さなくなり、北条家ではこの刀を、鬼丸と呼んで放刀としたそうだぜ。ほう、それで鬼丸か。鬼丸国綱はその後、北条家を討ち取った新田義貞、さらに室町幕府を開いた足利氏の手に渡り、やがて豊臣秀吉の所有となる。しかし、鬼丸の魔力のせいだろうか。鬼丸を所有した北条家は滅亡、新田義貞は廃止してしまうぜ。え、足利家はどうだったの？足利家では剣豪将軍と呼ばれた13代の足利義輝が鬼丸を振るって、奮戦したものの、討ち死にしたとも伝えられているぜ。鬼丸を手にした者は次々に滅んでいくんだね。そして権力者の間を変遷していったぜ。豊臣秀吉はどうだったの？豊臣秀吉は、鬼を切り主を死に追いやってきたこの刀に異様な魔力を感じたと言われており、手元に置くのを避けて鑑定家の本阿弥家に預けたそうだぜ。次に刀を受け継いだ徳川家康は刀の魔力に気づいていたのか所有を拒否したというぜ。さすがというか、豊臣秀吉も徳川家康も勘がいいんだね。それで刀はどうなったの？そのため後水尾天皇に献上されたが、天皇家でも皇太子が亡くなるなど不幸が起こり、鑑定家の本阿弥家に戻されたぜ。やっぱり魔力があったのかな。明治時代に入って、再び天皇に献上され、今は御物として宮内庁が所蔵しているそうだ。鬼丸国綱は最初は北条家の悪夢を救った刀だった。しかし、いつしか権力者が威風する魔剣と恐れられていったようで、妖刀と言えるのではないだろうか。
この刀の特徴は、太刀で波長 78.2 センチ、反り 3.1 センチ。刀身全体が均等に反っていて、なおかつ反りの中心が波長の中ほどに位置している輪反りと呼ばれる反りが特徴的だぜ。この反りは、日本刀の中でも稀に見るほどの強さらしいぜ。その強い反りと、切っ先に向かうにつれ、細くなっていく刃幅が織りなす姿は、太刀の理想的な形と言われているぜ。最強の反りに美しい形、まさに理想の刀だね。刃文は、煮えできのこみだれだぜ。どういう意味？煮えとは刀身に焼きを入れた際にできた肉眼で見えるほどの大きく粗い粒子によって形成される模様で、煮えが多いことを煮えできと言うんだ。また、こみだれとは王具の目やのたれ刃といった、代表的な刃文に分類することができない小さく複雑な模様のことだぜ。キラキラと輝く煮えと、切っ先に向かって描かれる美しいこみだれが刃文の特徴なんだね。童子切りやすつな。次は童子切りやすつなを紹介するぜ。童子切りやすつなは、最上級の価値を持つ日本刀だ。天下五剣の中で一番すごい刀ってこと？ああ。天下五剣の一振りに選ばれているだけではなく、天下五剣の中でも、最も古いことから、その筆頭という特別な地位を確立しているぜ。童子切りやすつなは誰が作刀したの？童子切りやすつなを作刀したのは大原のやすつなだぜ。やすつなは現在の鳥取県、伯耆国の刀工の始祖と言われているぜ。平安時代中期の人物で、強い反り、板目肌の地金、こみだれの刃文といった、鍛刀方法を多用、格式高い印象の日本刀作りを得意とした刀工と言われているんだ。優秀な刀工なんだね。幸運なことに安綱が作った刀は多く残っており、約20栗が現存しているぜ。種類はすべて太刀で安綱の銘が入っている。これらの日本刀から、国宝が一振り、重要文化財には、四振りが指定され、安綱は名工として揺るぎない評価を受けていると言えるだろう。最も有名な伝説として語り継がれているのは、鬼の刀陵の四天童子を討伐したというものだぜ。童子切りという号は、この鬼退治の伝説に由来しているんだ。ほう？平安時代、京では四天童子とその手下の鬼たちが、人をさらうなどの悪事を働いていたそうだ。時の天皇から討伐の命を受けたのが、化け物退治で名を馳せた武将の源頼光だった。源頼光は四天童子の根城に忍び込むと、持ってきた毒入りの酒を鬼たちに振る舞った。酒を飲んだ四天童子と手下の鬼たちが身動きできなくなった隙に、源頼光は持っていた安綱作刀の日本刀でとどめを刺したんだ。四天童子の首を切ったので童子切りと名付けられたそうだぜ。なるほどね。実はこの刀は、童子切りと名付けられる前は治水と言われており、すでに妖刀の雰囲気を醸し出していたのかもしれない。源頼光の手に童子切りやすつなが渡るまでの経緯も逸話と呼べるものだぜ。どういった経緯だったの？やすつなは、最高傑作の日本刀を征夷大将軍の坂の上の田村麻呂に献上した。坂の上の田村麻呂は天照大神からお告げを受けて、刀を伊勢神宮に奉納するぜ。その後、伊勢神宮を、参詣した源頼光は、天照大神からこの刀を授かったと言われている。神はすでに童子切りによる鬼退治を予期していたのかもしれないね。童子切りやすつなが、実戦の場に持ち出されたという逸話もあるぜ。そうなんだ。室町幕府十三代将軍の足利義輝は京の二条城で敵軍に包囲された際、鬼丸などの名刀とともに、童子切りも使って果敢に戦ったという逸話だ。戦いの結果はどうだったの？足利義輝は果敢に応戦し、敵を何十人も撃ち取ったというが、大人数に囲まれ結局、討ち死にしてしまっているぜ。そうなんだ。でもここで童子切りが使われた可能性があるんだね。真偽のほどは不明だが、ありえない話ではないと言えるだろう。そうだね。やがて童子切りは天下人らに受け継がれていったが、豊臣秀吉は鬼丸国綱と同様にこの刀の魔力を恐れ、本阿弥家に預けているぜ。江戸時代、徳川家康からこの刀を与えられた越前松平家の松平忠直が突如、乱用に走って松平家は取り潰しになってしまったという恐ろしい話も伝えられている。それは恐ろしいね。童子切りには、狐にまつわる逸話もあるが、切れ味の鋭さを証明した逸話も残っているぜ。江戸時代、日本刀の切れ味を検証するために、試し切りが行われていたそうだ。罪人の遺体を使って切れ味を確かめていたそうだぜ。うわ、残酷。童子切りの試し切りは、現在の岡山県、津山藩の松平家で行われたぜ。試し切り役が積み上げられた遺体に童子切りを振り下ろすと、その刃は6体の遺体を両断した。上に、遺体の下にあった台座まで切り裂いたと言われている。嘘でしょ？でもそれほど凄まじい切れ味だったというわけだね。この刀は、太刀で波長 80.2 センチ、反り 2.7 センチ、元幅 2.9 センチ、先幅 2.0 センチ、切っ先の長さ 3.1 センチで、強い反りと幅の広い刀身の姿が特徴だぜ。
波紋は、小さな波状の線が続く小乱れだ。切っ先に向かって伸びており、金筋が刃の美しさを、際立たせている。地金は色が黒く、模様は痛め肌になっているぜ。へえ。また、刀身の地金には自負が入っているぜ。自負って何？自負とは、地金に現れる青黒い線である地形が重なって、複雑なまだらになった模様のことだ。にっかり青江。次はにっかり青江だぜ。にっかり青江は、鎌倉時代に現在の岡山県、備中の国で作刀を、行っていた青江派作の大脇差しのことだ。青江派は平安時代末期から南北朝時代にかけて、備中の国で活躍した刀工集団であり、主な刀工には天下五剣の一つである数珠丸を鍛えた、常継がいるぜ。にっかり青江は、青江派の時代区分のうち中青江に分類されており、青江貞継によって作られたものとされている。にっかり青江なんて、面白い名前だよね。ユニークな名前の由来は、一説では、現在の滋賀県、近江の国の武士がある晩、道を歩いていると若い女が、にっかりと不気味に笑いながら近づいてきた。武士は化け物だと直感して切り捨てたところ、女は一瞬にして姿を消してしまったそうだ。翌朝、武士が刀を振るった場所には、石灯籠が真っ二つになって転がっていたという、逸話からと言われているぜ。その逸話を聞くと、面白い名前というよりは不気味な名前に感じるよ。にっかり青江は、その後、戦国武将で織田信長の家臣であった豊臣秀吉に伝わり、この豊臣秀頼から、最後に大津藩主の京極家に渡ったぜ。京極家は、現在の香川県、讃岐の国の丸亀藩主となり、居城である丸亀城に移り住むことになったぜ。ふむふむ、これまで丸亀城に入る家は、城造りの際に生き埋めにされた石工のたたりなのか、ことごとくお家断絶と、なるなど、呪われた城と言われていた。しかし、にっかり青江と共に入城した京極家は、無事に明治期まで居城し続けたそうだ。にっかり青江には、たたりを切る力があったのかもね。にっかり青江は、その後、京極家の所有を離れて、東京の刀剣商が所持していたが、丸亀城築城400年を記念して丸亀氏が購入したぜ。現在はどこにあるの？現在は丸亀市立資料館に所蔵されているぜ。特徴は大脇差しで、波長 60.3 センチ、反り 1.2 センチ、元幅は 3.1 センチだ。もともとは75センチを超える太刀として製作されたが、短く仕立て直されているぜ。ほう。刃文は浅いの垂れに具の目を交え、逆足が入っている。地金は痛め肌が摘み、青い葉特有の墨肌と呼ばれる黒いまだらが現れているぜ。地表には橋場五郎左衛門の城長までで切れている、金象眼銘があるぜ。野源藤四郎。最後に紹介するのは、野源藤四郎だぜ。野源藤四郎は、鎌倉時代の刀工の粟田口の陸に、あるいは国吉のことされる藤四郎義満により作られた短刀だ。藤四郎義満は、現在の京都府、山城の国、粟田口派の刀工の中でもかなり著名であり、特に短刀や剣の名手として知られているぜ。野源藤四郎の最初の持ち主は諸説あって、定かではないが、室町時代の守護大名であった畠山正長との説が有力となっている。号の由来はあるの？号の由来としては、1493年に起こった名王の政変で、政敵の細川政元に敗れた。畠山正長は、藤四郎義満作刀の短刀で自害しようとした。しかし、どうしても刃が腹に刺さらず、切腹できないことに腹を立てた畠山正長が短刀を、放り投げると、野源という薬を調合するための鉄製の器具に突き刺さったとする逸話から、この名がついたとされるぜ。へぇ。後に鉄の野源を貫くほど切れ味が鋭いのに、主人の腹を切ることはできない刀として、知られるようになったぜ。皮肉を言われちゃったのね。その後は足利将軍家、戦国武将の松永久秀に渡り、1571年正月10日、松永久秀から織田信長に送られたとされるぜ。1580天正8年には、商人の津田宗龍が、京に織田信長を訪ねた際に野源藤四郎を披露したとされ、本能寺の変において焼け落ちたと言われている。ふむふむ。別の説では、織田信長から豊臣秀吉を経てその息子の豊臣秀頼に渡り、1611年3月28日に二条城にて徳川家康に送られたとされているぜ。さらに別の説では、まだあるの？現在の大阪府、河内の国の農家から見つかり、徳川二代将軍の徳川秀忠に献上されたとも、言われている。いろんな説があるんだね。どの説が本当なんだか。ただ、八代将軍の徳川吉宗が本阿弥家に命じて編纂させたとされる名刀の目録である、享保名物帳では正室の部に掲載されており、徳川家に渡ったことは、確かなようにも見えるが、その後の消息については不明のままとなっているぜ。まさに幻の名刀だね。
野源藤四郎の複製は、刀鍛冶の水木義満が依頼を受け、平成29/2017年に再現刀として作刀を行ったぜ。水木は野源藤四郎の絵図が描かれている太閤御物刀絵図から、刀の長さや幅などを割り出し、絵図通りに作刀している。同じ年に織田信長の家臣の縁から刀匠の藤安正平に、よって再現刀が作られ、京都の武井沙央神社に奉納されているぜ。特徴は、短刀で、刃長は約 25.1センチ、平作りですぐ刃、めくり穴は一つとされている。義満と銘が刻まれており、切っ先の刃文は横の筋から切っ先に向けて小さな円を描くという、小丸に変えると呼ばれるものとなっているぜ。締め。日本刀の魅力は、その姿や刃文の美しさ、切れ味の鋭さはもちろんのこと、関連する伝説や逸話の面白さにもあるぜ。今回紹介された妖刀五選でも、妖怪や、鬼、神様の登場するロマンあふれる話ばかりだったね。妖怪や鬼を斬る刀がある一方で、主君を斬らなかった不思議な力を持つ刀も登場したね。日本刀をはじめとする刀剣の話はゲームやアニメにもなっているぜ。中には刀剣を擬人化した、アニメも登場して、日本刀への関心は若者から年配者まで高まっていると言えるだろう。名刀と言われる日本刀には、それぞれに伝説や逸話があって、そのミステリー性が妖刀という言葉を生んで、日本刀の魅力をさらに高めているのかもしれないね。今回は名刀に伝わる伝説や逸話の一端を紹介したに過ぎないが、魅力あふれる日本刀の世界を深く掘り下げる一助としていただきたいと思うぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。